サンド表参道の店長のヘリーと申します。よろしくお願いします。ネックスアサロンコールのディレクターの村田勝利です。よろしくお願いします。イキ表参道代表の天童です。お願いします。車中渋谷本店の店長してます、勝利です。お願いします。はい、エレディアル代表の反転こと中村ゆきです。よろしくお願いします。表参道松井です。よろしくお願いします。個人的に一番古い仲は勝利かな、はい、お互いの共通の先輩がいての紹介みたいな、うん、で同い年みたいな感じでこんにちはみたいな、そっから結構遊ぶようになって、そっからすぐだったね。すぐね、毎日クラブ行ってたの。毎日夜10時集合でとか10時集合して合流しておっすって言って一旦30分お互いモデハンして、で30分後に合流して、で何人俺何人連絡先交換した、うわすげえって言って飲みに行くみたいな日々だったんで、あベリハリ半端ないな。そういいな。でも負けた日は酒の味せん。勝った日は酒の味めっちゃうまいけど連絡先がもうわからん。なんかバズり始めの時が大体この日ここ一緒やったマジ一緒やんね。なんか自分がフォロワー5000とか1万とかなってきたタイミングに一緒ぐらいにおるみたいな、で気づいたら俺の倍ぐらいおるみたいな。でも見てたもん。見とった。お互いに見てて、ハンサムショーがね、変なプライドが、ね、絶対連絡せへんかったよ、ね、な。DM ね。知ってんねんけど絶対フォローせえへん。めっちゃ見てる。そう。でもなんかこのプライドいらんなと思って二人に DM してるな。かっこいい。そうなんか見てますみたいな、プライドが邪魔してフォローしてなかったですけど見てますみたいな。最初あれやんな、あのサンドの。おもつサンドのレセプションパーティーの時に天童来て勝利も来た。そうで、反転それで知り合うのか。あ、そうよ。そう。俺ずっと年上やと思っとった。俺もすごい言われる。めっちゃ年上やと思っとって年上から DM 来た。勝手に動画のイメージやった。あー、なんかそういうなんとか機みたいな。コラージュ機。天童くんが一番変わってんじゃない多分スタイル。確かに一番変わってる。変わってると思う。今恐ろしいぐらいショート出さないから。そうやばい、ね、まず専門学校が隣の席。一緒入学式にここに壁がおって、なんかめっちゃイケメンが喋りかけてきたみたいな。あの全然最初志望じゃなかったんやけど切ってもらおうと思って一緒に壁が行くって言ったから、俺も一緒に夜行バスで行ってて、で切ってもらってる間に俺ここやと思って、前の職場の時に、あここやと思って、で終わった後に壁に俺やっぱあそこ入りたいねんなみたいな感じで言ったら、一緒に行こうって挨拶しに行こうって言ってくれて、明治神宮前から JR 原宿まで専門学校で2人走った。走ってバーって行って、おもう閉店ギリギリやったから走ってバーって行って、エレベーターが3階やったんやけど、エレベーター押したらエレベーター動かんくて終わったと思って何も挨拶できんかったんやけど、後々聞いたらその挨拶せえへんかったのがよかったらしくて、行ったらうざったいみたいな、うざいやつはいらないみたいな感じで言われてるから。いやでもなんか一緒に走ってくれたのすげえ覚えてるし。いやでもなんか基本的にみんな熱い。前だって焼肉食べに行った時も肉焼いてなかったもん。焼いてなかった。ショートとショートや、うん、で、まあ、バレエアージュ でハイトーンとかで、まあ、韓国テイストでて、なんかそれぞれの色がちゃんとあるから、なんか 何の話聞いても面白い感じはある。あ、そうやって切ってんねやみたいな、とかそんな染め方あるんやみたいな。普通に聞いてるだけで勉強なの。編集会してもらったし俺。あ、したね。あ、マジ。そう、したショート切ってもらって、俺ショート切れんからショート切ってもらって、へえ、こういう切り方があるんだっていう。なんかそう、ブリーチのって、なんか俺の見たことない塗り方してて、そんな塗り方するんだ。そんなびっくりした。びっくりしたな。違いあるでした。もうびっくりした。すごい。なんかね、スピードがあるし合わせていったらなんか面白いなって思ったね、あの時。やりたい、そうか、そういうのね。しかもなんか俺最近そのインスタが壊れたじゃん、でみんながなんかこう店も違うのになんか拡散してくれたりとか、俺はその時になんかうわすげえ嬉しいなと思ったし、いいやつすぎるだろうとは思ったね。めっちゃなんかね、店関係ないじゃん。そうだね。敵じゃないじゃんっていうところがなんかすげえいいなって思った。マジありがとうね。
最初はプライドが、変なプライドが邪魔して交わってなかった時もあったりしたけど、なんか今はさ、こうなんていうのかな、競争心がいい意味でここでなくて、なんかそれぞれなんか競争してる人はしてるのかもしれないけど、共存に近いというか、なんかみんなで頑張っていらっしゃる。あれだってみんなそれぞれお金取ってセミナーしてるのに、ここで何のお金のやり取りもなく全部教えるやん、何の躊躇もなく、その関係がすごいいい。いいなって思う。確かにね、いいなって思うからこそお金払ってセミナー受けてみたいって思う、みんなの、どんな、なんかどんなやり方で伝えてるやんみたいな、全然ちゃうことを言ってたら怒れる俺はちゃうやん、ちゃうやん、確かにそう、でも翔太からから聞かれるから、俺もこの前カット聞いたんだよねDM でそう、染めたいから営業中に電話めっちゃかかってる何みたいな、こんなお客さん来てんけど何で染めたらいいかガチやブレッジの中緑になったもんさどうしたらいいかな、サンドの薬知らん確かにそれからやでもなんかさ、俺なんとなくナプラ使ってて聞いたからナプラで答えたのよ。で、わかんないけどうまく染まってて、で俺ショート聞くじゃん、でこれどうやって切ればいいんかなみたいな、さなんかちょっと表面軽くしてとかで、わかんなみたいな後輩のベースの写真を送る、寄せでカラーのブースのカラーの写真撮る、そしたらもう先手が来るんよ、すげえで、それをもうでも2人に聞いとったからさ、2人の混ぜ合わせるやん、チャイン、で後輩には俺先手俺ももともとショートでやってたけど、ここ3人ともショートやってても全員切り方多分違う、違う、確かにこだわるポイントも違えば、インスタライブした時衝撃やと思ったやったね、自粛の頃ね、えそれって気になるんだ、お互いの全然違かったすごい、だからお客さんがいい意味で分散される、ショートね、なんかさ、俺らはさ、ショートの会話をさ、聞いてもあんま分かんないんだよね、なんか、このウェイトのとかなんちゃらのみたいな、浮かばない、そう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 やり方みんな違うけどさ、やっぱディスコネしてたなって、ここ3人見た時に結果してたなみたいな、あ、そうか、天童もさ、後で削ってたし、ヘギも後で削ってたし、俺はただ最初削ってただけだから、あ、なんか今のバランスってやっぱそうなんやなって、確かに翔太のは何回も見ようって試みたけど、いつもね、なんかセミナーの後のさ、セミナー動画みたいなのじゃん、こういう内容ですよね、いつもレザーで、レザーなじみですよって、レザー持ってないんだよなみたいな一撃で買えるよ、もうちょっと寄りそうや今も韓国ってわりかしもブランドのアゾットを残すから、そうなんだ、うん、ちょっと丸みとかも作るけど、基本的にもうカード残したりとかするから、今になってレザーってどうやって使うのって聞いたりとかしてるからなんかここ数年やん、こうレザー美容師がまたできたのって、うん、でももう大昔にはおったわけで、うん、やっぱり昔から残り続けてるものには意味があるなっていうか、うん、なんかそんな気はする、うん、確かにまた歴が長い、うん、でも俺の場合はマジで人生変えてくれたから、結構ガチで、なんか結構売り上げずっと上がらんかったから、ほんまにやばい状況をマジで今までこうガッて変えてくれたヘギのおかげで、辛い時も飲みに行って話してたらなんかやっぱずっと熱いから上げてくれるし、そのおかげで美容師辞めずに済んだし、まあ、インスタもバズれたし、で次なんか後輩のこととかも先に全部ヘギがやってるから、俺はなんかあいい見本があるから、このようにやればサロンが良くなるんやっていうのは今それをやってるって感じだから、もうマジで今やってるのヘギのおかげって感じ。お客さんになって、俺お客さんでいたもんな、確かにいったよね、でそれで1時間ぐらい待たされてる情熱的な男だよね、うん、あのストーリーでさ、なんかさ熱い言葉書いてるじゃん、だいたいあれさ、なんかさ、あの本当なのって人いるけど本当の人なんだよね全部ね、なんか確かになんか本当に後輩のために毎日生きてますみたいな、お客様のために 夕日を見てますみたいな感じそんなにだってお客さん全員に朝えげつない人数やってるのに、うん、毎日カード書いてるでしょ、お客さん書いてるね、メッセージ、うん、今だにやってるやってるやってる、あんなんできひん、いやすごいよね、本当に、めっちゃいい、めっちゃ
ちいい男だよ。気持ちいい男。大丈夫ですか。勝利勝利勝利か。勝利のいいところもめっちゃある。あるな。え、今じゃあまた連絡するわ。後日でお願いします。ちゃんと毒を持って、ちゃんといい部分もあって、本当に人間臭い人。お願いします。もう手に入れようと思ったらもう全部手に入れたいもんなんで。あ、確かに貪欲やそこは。自分に嘘つかんというか、なんかもう自分がはいこれって決めたらもう絶対最後までやるんで。あ、え、例えば例えば、でも、まあ、もう全部もう欲求満たし男。それ大丈夫。気まずい男と欲求満たし男。同じショートだけど、なんかお客様の人生変えますっていうイメージね、俺は翔太。勝利君はなんかお客様の悩みを解決してあげるよって感じなイメージ。あげるよ。なんかまあでもそういう感じやね。そう、なんかイメージは話してる感じなのかな。お客様の対応知らないけど、でめっちゃ職人ってイメージがある。なんかヘアキャンプとかもありえないようなね、モデルさんを用意して仕上げて超人数集めたもんね。それはもうマジで、うん、他の人やってるやんか、うん、なんかどうやったら目立つやろみたいな、めっちゃむずいやつしかもうないやんと思って、もうなんかみんなやってるやんか、先にやってたからさ、うん、もうむずいやつやろうと思って、やれるか分からんけどやるみたいな。とりあえず収めるみたいな。すごい遠藤、最初の頃とイメージが変わらないのは誰よりも貪欲だったんです。一緒にやるみたいな感じになった時に、まあ秒でやるって言ってくれて、ブランディングの塊って感じね、うん、なんかそこすげえ勉強になるなと思って、なんかはんぺんでもうブランドやん。